稲葉山城攻略がため一夜で城を作るか。つくづくたまげた発想だ。だが悪くねえ。まずは東の砦から資材を運んでこねえと。桃地の兄貴も準備しといてくれよな。築城の手だれどもを西の砦で待たせている。まずはそいつらを現場に連れて行かねえとな。城の完成後味方本体が来る手はずだ。本体到着まで本陣は決して明け渡すなよ。おう任せろ。早すぎるか。味方本陣の北側を制し前線を上げりゃ楽に事を運べそうだが。怪しい奴らで討ち取ってくれる。早すぎるか。来たな織田の雑魚ども。さっさと退場しろよ半兵衛。うむ、たくさんの資材をどこに運んで。怪しいな。打てる手は打っておこう。来たな二打兵。半兵衛殿の見立て通りよ。者ども、キャツらを止めよう。人たち、本陣をほったらかしにして何をしてるんだか。今のうちに攻めちゃえ。斎藤の軍師殿、竹中半兵衛だっけか。あいつめ、的確に泣きどころをついてきやがれ。もし半兵衛みたいな奴が隣にいたらかなり頼もしいんだろうな。開門。よし、これで築城に必要な物資は一通り運び込めたな。出陣、救援艦。遊んでやるよ。開門。されてるじゃねえか。何してやがる半兵衛。今のうちに北に布陣する奴らを蹴散らしてさっさと前線を押し上げねえとな。やられたか。仕方ねえ、もう一度だ。これ式じゃ織田は折れないか。思ったよりやるみたいだね。よし、これで物資が楽に運べるだろう。開門。不なし、入れ。げっ、奴ら本陣を攻めてきたか。とされちゃまずい。何としても守るぞ。遊んでやるよ。帰り地でむせ返るぜ。敵将討ち取ったり。フルはなんだか。おう、やるではないか。引かせていただこう。どうにか敵は退けたが、このまま本陣の守備に徹し続けてもしょうがねえ。さっさと城を完成させちまうぞ。一人でも多く築城に当たらせるんだ。救援攻撃。か
返り血でむせ返るぞ。障害は覗かねえとな。悔しいが、ここまでか。怪しい奴め、覚悟せよ。遊んでやる。何度も何度も邪魔しやがって、懲りねえ奴らだ。開門。敵将討ち取ったり。ここは引くほかあるまい。貴様らの思い通りにはさせぬわ。敵将討ち取ったり。ここは引くほかあるまい。築城に必要な人では大方揃ったみてえだな。へえ、織田は本気で築城するつもりなの？面白いね。でもやらせはしないよ。遊んでやるよ。この地を奴らから守り抜け。必ず城を完成させるんだ。みんな準備はいいね。それじゃあ落石始め。遊んでよ。石が降ってきた。ひるんでる場合じゃねえってのに。織田を指揮する彼、敵ながら頑張ってるな。といけない、次の手を用意しないとね。あと少しで敵を退けられる。みんなもうひと踏ん張りだ。よっしゃ、あたりの敵は大方倒したな。そんじゃ城を建てちまおうぜ。こっからが本番だ。崖上の連中に一泡吹かせてやれ。何？奴ら崖を登ってくるぞ。皆ひるむでない。半兵衛殿の策に従い、かの城を落とすぞ。開門。やつらこの城を落とそうって腹か。どうするよ秀吉。オイラと兄貴で北からの進軍を阻もう。この城は何が何でも守り抜かねえとな。勝利条件変更。敗北条件変更。角俣城はこの戦の要だ。敵の策で落とされぬよう手を打っとかねえかな。安兵衛殿によれば城南方は守備が薄いと。ならばそこより攻め入らん。南北から一気に来たな。強撃から城を守らねえと。急いで戻るぞ。天下無双の名は俺がいただこうか。よし、お前ら死ぬ気で守れよ。返り血でむせ返るぜ。
敵将討ち取ったり。お見事にございますな。遊んでやるよ。ひとまず安心か。よし、信長様に角俣城の完成を知らせてくれ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。指揮した彼は一体どんな人だろう。直接確かめてみようかな。開門。来たな、丹兵衛。あいつを黙らせねえとこの戦は決しないだろうが、こうなりゃいっそ仲間に誘ってみるか。仕方なく吉達に従ってるのかもしれねえし。勝利条件変更。君は伊賀人？織田は勢力拡大の一環で伊賀と手を組んだのかな。ご明察。ちっこい割に頭がよく回るようで。君の口もなかなかよく回るようで。君と歩む道に少し興味が出てきたよ。少し考えさせて。お、待ってるからな、ハンベ。秀吉め、本当に城を建てるとはな。信長様の来着までなんとか持ちこたえたか。よし、ここからさらに張り切るぞ。